負けチャンネル。ただいま。ただいま。おかえり。ご苦労様です。はい。お腹空いたよね。ね。パパもお腹空いた。じゃあ急いでご飯作る。ちょっと見てみて。この子たち見て。え、そうそう。ママも揃える。行こう。うん。待って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 。ねえ。小競り合いがちょいちょいあります。はい、行こう。はい、行こう。バオバオ、時間ないよ。時間ないよ。はい、行こう。レッツゴー。もうさすがにコロナでさ、帰って手洗うっていうのは子供たちももう習慣として身についきましたよね。手首まで洗うってさ、ね、先に戻ってます。先に戻ってます。何だ、なんかそれだよね。時刻6時過ぎ、急いでご飯作ります。シャー。あら、ママかわいい。いいね、フィッシュする。ただいま6時15分、はい、はい、7時までにはご飯作り終わって食べよう。さあ、今日はもうささっと作っていきます。今日のメニューは、今日はね、もうあんまり時間もないので、ね、なんだっけ、カツオのたたきにたくさんなんかみょうがとか玉ねぎとか薬味いっぱい乗せたのと、メインは、今年初めてのそうめん食べます。そうめんの、豆乳担々麺風みたいなのにします。今日は仕事を朝から晩までやって、そう、今日2本頑張った。午前中と午後やって、そう、生放送と収録をやってきました。幼稚園迎えに行って、してで帰り の, 幼稚園迎え行くと必ず公園っていうのが最近の日間で、まあ、ちょっと小1時間公園に付き合っての、まあ今なので結構バタバタよ。この手つきです。結構バタバタよ。穴ないよ。見てください、この線の人がすごい線。ここ押すと、ほら、うー、かっこいい。美味しそう。撮られてる？撮ってるね。ちょっと待って。今日どうだった？仕事は。今日は、パラマニアっていうさ、パラリンピックの選手の特集の番組で、すごい面白かった、やっぱり。いろんなストーリーがあって。オリンピック近いからね。ねえ、開催されると嬉しいけどね。いろいろまあ状況が大変だからね。オリンピック始まったら忙しいんじゃない？ね、まあ、でも選手がさ、なんか一番満足のいく形で終われるといいよね。ゴロゴロって言ってるけど。そうだね、お腹空いたんだよ。はい、もうできる。ちょっと待ってて。もうすぐ7時だよ。はい、やばい。流星、箸がない。うん、箸。Thank you. Okay. You say thank you. Complete. 食べよっか。じゃあお願いします。What time is it? Dinner time. Dinner time. Put your hands together.
Thank you for the lunch. Dinner. Lunch. Let's eat. いただきます。メニューお願いします。ちょっともう雑なんだけど急いで作ったから豆乳担々麺風そうめんです。美味しそう。とこれはたっちゃんのリクエストのカツオのたた刺身とこちらカツたたきね。うまそう。はい、いただきます。今日はスピードメニューです。食べよう食べよう。いただきます。うん、結構さ混ぜ混ぜして食べて。うん、こうやって下にさスープ入ってるからあと混ぜ混ぜしてお野菜も頑張って食べてよ。食べよった食べよった。お腹空いてたから一気に食べちゃった。ちょっと食べてて。ママお風呂払ってくるわ。いい食べてて食べてたよ。綺麗に食べてたよ。 OK? はいお風呂洗います。ピピやることいっぱいだよ ね時間足りないね。休む暇ないよね。時間足りない。子供寝かしつけるまでが勝負だと思ってるから。なるほどね。でも一緒に寝るでしょ。えねえ大体ね。しかも今日3時起きだったからね。朝ちょっと一緒に寝る確率高いけど本当は起きてゆっくりしたいっていうのが願望。願望とは裏腹に寝落ちも大体しちゃうけど9割寝落ちやん。いやそれぐらい日中全力で駆け抜けてるってことよ。なるほどね、うん、ご苦労さん。すごいね。なんか掃除してるところ初めて見せるね。どうなんかちょっとバト風に行こうか。やってバックハンドでこれグリップをバックハンドでいくわ。うん。洗ってました。どう今のどう、うん、全然洗えてない。スナップスナップスナップバドミントン用でスナップ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 。いいんじゃない。どう美味しい。うん美味しくない。うまい。美味しくない。うんこれ報告だ。いや報告じゃない。うまうまい。ママのご飯いつもどう。美味しい。いつもめっちゃうまい。何が一番好き。ママのご飯で。これ、うん、ママの、ママの辛いお肉。あ、お肉ね。ヤムニョムチキンだっけ。ヤムニョムチキン。ヤムニョムじゃない、ヤンニョム。みんなパパがヤムニョムチキンが一番大好き。なるほどね。パパが好きなおやつ。あ、もう食べれない。カリンとが好きだよ。カリンとね。ちょっとカリンと食べたい。でご飯のお腹いっぱいならもうカリンと食べれないでしょ。カリンとだけ食べさせてくれ。でごちそうさまして。ごちそうさま。でカリンとちょうだい。待て。鬼が来たぞ。鬼が来た。鬼が来た。ああうまかったな。食べた？うん、食べてないよもうちょっと。お腹いっぱい。お腹いっぱい？どうした？ちょっと直してから待ってて。頑張って。出た！頑張って食べる。お、みちゃんすごい。洗濯物畳んで、今度下に運ぶ。そう。はい、頑張って食べててよ。いい？うん、いい？うん。はい、じゃあ、食べた、かざしてください。はい、食べた？はい。じゃあ持ってきてください。最近はね、ちゃんと運ぶのをね、練習してんだよね。うん、自分で食べたものを運ぼうって約束してるよね。はい、ありがとう。なんていうの？おいしかった。ああ。どんばい。大丈夫？あった。危ない。あ、いいよ。危ない。オッケー。まあ、こんなハプニングもありますよね。ねえ、ちょっとさ、離れよう。大丈夫？怪我してない？大丈夫？うん、大丈夫？いやびっくりしたね。ごめん。我がおされにしちゃったものが悪いね。どうやったら割れたの？見て。かけかった。コロナ。あ！仕事増やすよね。ね。大丈夫？お、来た。おーい。
からお風呂に入るんですけど、お風呂の間に我が家は洗濯を回します。じゃあちょっと回して OK、 スタート。じゃあ私もお風呂に入るんで、入るんで、いやない、もう大丈夫、もう三畳半は大丈夫。バカ野郎。何それ、向こう向いてて触んない、触んないで、携帯手だけ、手、手以上こちらよ。ねえ、あれやって、アヒル。わかった、ありがとう。ほら、はい、座って歯磨き、洗濯物あったんだけど、ちゅお風呂上がりの日課として、じゃじゃん、パックって何ですか？なんかお肌の方、いつもマスクしてるじゃん。マスク、お顔に。じゃあ今日は透明感いきます。でで装着見てね、マスクパック面白い。ママ可愛い？可愛い。そう、可愛くない。最近のハートってこれが流行ってるらしいよ、ハート。ちょ、時間ない時間ない。はい。で、ちょっと歯、歯、もう洗濯も終わったけど、まあ、とりあえずちょ、歯磨くよ。じゃあ歯磨いて。歯、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 アンして入れて、ちょっと上、あの洗濯物失礼しますよ。はい、もうながら美容、ながらパックしながら洗濯物。足りなかった。いや、あんま取らんで。かわいい歯だね。もうじゃらけるできないよ。終わらないな、これ終わらないよ。え、すいません、お酒ノンアル、ノンアル、ノンアルぐらい、ちょっとノンアルぐらい、最後ちょっと。お酒飲めないからノンアルで、ノンアル、ノンアル、ノンアルでちょっとスッキリさせて、最後の寝かしつけに行くんで。寝るんでしょ、一緒に。いや、頑張って起きてくるよ。躊躇するね。はい、おもちゃ、やばいやばいやばい、おもちゃ片付け、全然いいんだね。やばい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 、明日の朝なくなってるよ。明日の朝なくなってるよ、このおもちゃ。教えて。ママ、いいよ、読んだよ。え、仕込んでないよ、仕込んでないよ。え、これはいいの？何の絵本、何の絵本？いっぱいくる。見せてあげて。じゃあ、クリームドアとこのドーナツの。オッケー、じゃあ行こう。一歩目一歩。はい、一歩一歩、読んでいいの？3人の息子たちは、誰もがみんなお父さんが死んだ後、自分がこの家をもらいたいと思っていました。あっちゃん、騒がしい。しかしお父さんはどの息子も同じように可愛いので、どうすれば息子たちが気を悪くしないで済むか考えました。おやすみ。おやすみして。はい、おやすみ。おやすみして。おやすみ。
やだ、おやすみ。やだやだやだ、うん、やだやだ、おいきいケージでやだ、一歩一歩、うん、おやすみ。